国王夫妻の銀婚式を記念した絵はがき。1911年シャルロッテ2、シャウムブルクリッペは、ドイツの諸侯家紋シャウムブルクリッペ家の子女で、最後のビュルテンベルク王ヴィルヘルム2世の王妃。前名は、シャルロッテ・マリー・ダルイーゼ・ヘルミーネ・マティルデ。シャウムブルクリッペ公ゲオルク・ヴィルヘルムの次男ヴィルヘルムと、その妻で、アンハルト・デッサウ公子フリードリヒ・アウグストの娘である、バティルディスの間の第一子、長女として、ボヘミアのラティボジツェ城で生まれ、父の所領、ナーホトで育った。シャルロッテは、美術や音楽などの多方面に関心を持ち、特に水泳、テニス、サイクリング、狩猟といったスポーツに情熱を傾けた。また当時の女性としては極めて珍しいことだが、スキーをも愛好していた。1886年4月8日、シャルロッテは、ビュッケブルクで、ビュルテンベルク王子ヴィルヘルムと結婚した。夫は、最初の妻だった、バル=ピルモント公女マリーと死別しており、この結婚は再婚であった。シャルロッテとの結婚は、王位継承者として、男子の世継ぎを設ける必要に迫られてのことだったが、その目論見は、失敗に終わった。シャルロッテには、子供ができなかったのである。1891年に、夫が、王位につくと、シャルロッテも王妃となった。夫ヴィルヘルム2世が、ビュルテンベルク王国の国民から愛され、熱狂的に支持されていたのに対して、シャルロッテ王妃は、国民の間で非常に不人気だった。これには、複数の理由がある。まず、彼女が馬詰めで王家に世継ぎをもたらさなかったことである。結果として、カトリック信徒の分家筋が王位を継ぐことになり、王国の政治、宗教体制に混乱を招くことになった。また、シャルロッテは、王妃としての公務や、儀式ばった責務を嫌い、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の誕生日祝賀会や、王国外で行われる軍事パレードに出席する、不勲に随行したのは、王妃になってから数年の間だけだった。さらに、洗練された立ち居振る舞いが身についておらず、王妃としての威厳に欠けると陰口を叩かれていた。しかしシャルロッテは、王妃として、国内の社会福祉事業には、積極的に関わり、特に女性の地位向上に結びつく事業を推進した。王妃は、教育や職業訓練を通じて、少女たちの社会的自立を支援するための制度の確立を支援し、シュトゥットガルトに、ビュルテンベルク最初の少女のために開かれた人文主義カリキュラムの中等教育学校であるシャルロッテ女子中等教育学校を創設した。王妃は他にもビュルテンベルク女性画家連盟を支援したが、これは自身の芸術趣味のためだった。ドイツ革命の最中の1918年11月30日、フクン・ヴィルヘルム2世は、ドイツ帝国の諸君主の中では最も遅い時期に退位した。国王夫妻は、ビュルテンベルク州政府から年金を受け、元修道院だった、ベーベンハウゼン城に院政することになった。夫は1921年に亡くなり、シャルロッテは25年の寡婦生活を送った。1944年以後は、卒中の発作の後遺症のため、車椅子での生活を余儀なくされた。1946年に82歳で死去した。彼女は1918年に王妃の称号を失ったドイツ人女性の中では最も長く存命していた。不人気だった元王妃の死は誰にも注目されることなく、その遺骸は死の1週間後にルートヴィヒスブルクの宮霊廟の夫の棺の隣に安置された。ウィキメディアコモンズには、シャーロット・ズ・シャンバーグ・リピンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。